叔父上お許しください。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。私の過ちを。これは。誉れをなくしても我が父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。
この家紋を見て育ってきたのだがな。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。賢治の秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。最後まで忠義を尽くしてくれたな。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。もう来たでしょうか。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や坂井家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追っ手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。政子殿はどこだ。一族の敵を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。ユリの身が気がかりだ。憂いに沈んでおる様子だった。今は誰もが憂いてる。お主とは大綱での用を済まさねばならん。